天ゴールデンイーグルス優勝。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。日本一決定戦を制したのは東北楽天ゴールデンイーグルスです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三勝が始まっています。さあ、そして監督の胴上げ、楽天生命パークのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって全選手が今まずはスタンドの楽天ファンの元に向かいます。非常に熱い戦い、熱戦を制した喜びをファンに届けていきました。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスが見事優勝を決めました。おめでとう楽天イーグルス。今日の解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。